波紋に沿って、氷砂交渉を形成する重鉱物。波紋の間に、氷砂交渉を形成する、土砂輸送中の重鉱物の、密度選別氷砂交渉とは、地質学において体積プロセス中に、特定の鉱石から、比重分離により形成された貴重な鉱物の地層である。名前は、おキセキ層を意味するスペイン語に由来する。氷砂交渉は重要な金の鉱脈であり、 カリフォルニアゴールドラッシュを含む多くのゴールドラッシュの初期段階で開発された主要な鉱脈だった。氷砂鉱床の種類には、オキセキソーエルビアム堆積物、ビーチ砂鉱、フルミズジがある。産出するレアメタルは密度が高く風化に耐性がある必要がある。石鹸は通常砂や砂利の最大の成分であるため、砂鉱床に蓄積するには、鉱物粒子は、 石英よりもかなり密度が高い必要がある。氷砂交渉環境には通常、黒砂、酸化鉄の目立つ光沢のある黒い混合物、主に磁鉄鉱と、様々な量のイルメナイト及び赤鉄鉱が含まれている。しばしば黒色さで、発生基調ミネラル成分であるモナザイト、ルチル、ジルコン、クロム、鉄マンガンをもし、鈴石が産出する。 氷砂鉱床から商業的に採掘された物質には、次のものがある。アラスカのブルーリボン鉱山の中石氷砂鉱床の、セクション中石氷砂鉱床は川や小川の堆積物で、形成されたものである。中石金の氷砂鉱床の典型的な場所は、川や小川の内側の曲がり角であり、自然のくぼみの中や川の斜面の切れ目や断崖、滝、または、 他の障壁となる場所にできる。中石砂鉱床は水の速度がそれらの重い鉱石を運ぶのに必要な速度よりも低い場所に高密度の粒子が堆積することによって形成される。氷砂鉱床を形成するために必要な粒子はトラップ部位から離れて輸送することができる脈積材料との顕著な密度コントラストを示さなければならない。交渉が このように振るい分けられた場合にのみ、鉱物は経済的なレベルに集中することができる。石英砂中の重鉱物のビーチ、氷砂高昇ビーチプレーサーは大きな水域の端に沿って堆積した砂と砂利で形成される。キンバーライトはダイヤモンドの主要な供給源である。キンバーライトは高温高圧でダイヤモンドが形成されるマントルから噴出した溶岩の長い流れである。 次に、これらのダイヤモンドは発生源から風化され、蓄積プロセスによって発生源に流され、ダイヤモンドの堆積物になる。蓄積ダイヤモンド交渉は、豊富なダイヤモンド砂利層の上部から表土を取り除いた後に採掘される。ダイヤモンドの約10%は蓄積ダイヤモンド砂鉱から採掘されている。上記のアフリカのウィットウォーターズランド盆地は、 中積ダイヤモンド交渉として認められている。ありがとうございます。